次でラストのステージにしようかな。ここにあるみたいだし。あ、あー、これおはぎだ。よし。で、こっち行くか、じゃあ。メロディー、泣きながら。ボス、あそここう、ボス戦マジ、まあ、最後にちょうどいいんじゃない試合行こう。待つんじゃー。そう、ボス倒して。え、待って、これ映像中はセーフ？アウト？どっち？いや、ボス、え、ずるくない？え、ボスって英語だよね？え、ボスは英語？え、ポス？英語ですね。ボス。ですよね。なるほど、さすがはバンカラモンじゃな。さすが、一応でも映像見るわ。言葉だぞ、いらん。拳で語るというか。イエローウツボ、カモン！もう英語言うよ、怖くないもん。え、そんな感じで、すごい。え、こんな感じなの？ギャングスター、ウツホ。え、かわいい！うつをやっぱ最近推しなんだよね。最悪。え、これ一回一回映像見なきゃいけないの？ちょっとめんどくさくない？え、これちょっと、スキップできないの？スキップって、スキップは英語。スキップ英語や！もう！スキップは英語！え、これ一回一回映像見なきゃいけないの？やばくない？ムービーうざくね、ムービーうざいな。こっからな。いやー、そのコメントにはハマんなかったよね。ん？今コメントって言ったよね。うざい！うざいってーもう！今のセーフ？あ、セーフも言っちゃった！もう、コメントがまず、セーフ、コメントかどうかの場合、もうセーフがアウトやん。やばい！待って、いつ俺ボスと戦えるの？マジで。一回喋って、一回さ、始まるまで待ってくれない？やっと始まったよ。なん、そう、なんも読めんよ、マジで。なにこれすご、やばくない？ちょ、危なくない？これ普通に攻撃しても無理か。なんか、ボムとかな、ん？え、もうちょっとだった今。あ、そういうことね。なるほどなるほど。ウツボを跳ね返すのか。おっぱい。あぶねえ。あぶねえ。あぶねえ。よし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 。よし。いいね。いけるぞいけるぞ。かわいいな。めっちゃ増えよる。え、今の笑顔かわいい。保存しとこ。おおやばない？普通に。いった、いった。よしよし、いい感じ。しっかり回復して、待って、まだあるの？よし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 、このままいけばいけそうじゃない？次はこのブンブン回しが使われそうで怖いね。なんじゃと。いい流れだね。すごく多くなったね。片言すぎない？おお！流星群。マンダは初手龍舞や。重くないか、その名前。まあでも、いい流れではあるよね。いいね。すごくうまい。全然喋れない。マジでやばい。ここで成功させたい。しっかり。全然効かなくない？よし！うまい！うまい！
これは成功。よっしゃよっしゃあーマジで危なかった。マジでギリギリだわ。よかったマジでちょっとずるいかなさすがにあよっしゃよしうわマジでずるい。これ良くないマジで申し訳ない。今の本当にコメ怖くてコメント見れなかった。マジで読んでくれよ。ずる、いやずるいだろ。低評価さすがに思んなかった。今までありがとう。もう一回したらいいよ。 YouTuber として視聴者を楽しませる。なんでなんで俺クリアしたのに怒られてんの。いいのじゃん。みんなさ、俺がこのままさ、このままずっとずっとこうゲームをやり続けてでさ、やり続けて、もしかしたらあと20年後にもまだこのステージやってるかもしんないんだよ。いいよ、ダメだろ。荒れる荒れる、マジ許さん。いや、え、俺めっちゃ命かけたんだけど、なんで怒らなきゃいけないの。クリアして、え、だってマジで無理だよ、クリアできないって。わかった、じゃあコメントしっかり読みながらやるわ。待つんじゃあ、これスキップできるじゃん。トイレ。まだやってた。やってるよ。あ、ちなみにもう ボスはクリアしたけど、みんなに、なんか、みんなのコメント読まなかったら怒られたから、もう一回やることにした。一応クリアしたんだけどね。よし、行くぞ。さすがに今回はみんなの文章読んでいくわ。ごめんな。確かにさっきのはなんか、良くなかったら、なんか人としてなんか、その、クリエイターとして終わってたよね。よしよしよし、いい感じじゃない？しっかりと、ここは。登って倒すと。まあ、一回倒してるから結構余裕ではある。え、クリエイター？ついに気づかなくなった。俺が言っても。あ、つい俺気づかなくなっちゃったんだ、バグって。もう終わってるわ。しっかりここを返せるようにしてからじゃない？いや、戦い方理解してるから大丈夫だよ、ここら辺は。でも俺が使ってるさ、このいつもの武器と違うからさ、早くない？ちょっと。なかなか、いって！何こいつ、うざ！超着地を使っていって、オッケー。え、結構余裕じゃない？いや、だから結構いけるんだって。まあ、もう一回クリアしてるからね。え、着地はセーフだよ。あ、小鮭飛ばせんのこれ。あ、かわいい。頑張ってる小鮭。押せるな、なんか。危ない。痛くない？痛くない？もっと読めて。ごめんって。着地は英語じゃないよな。そういえば強化で、おお、回復早める効果あるんだ。へえ。痛い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 。え、もう壊された、マジか。待って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 、やばくない？ちょっとなんかこれクリアするの難しいんだけど、普通に難しいこのゲーム。なんか、え、面白い？沼れ、沼れないよ。バリおもろい。バリは英語じゃないよね。ネズミを観察してるみたいな。お前のことネズミだと思ってる。ひどくない？普通に。一応俺も人間ではあるけどな。美味しんぼ語りながら。まあ確かに美味しんぼは結構日本語しか出てこないところあるからな。美味しんぼのやっぱり俺が好きな話って言ったら、まあ結構みんな好きだろうけど、とんかつ墓場っていう話なんですけど、その主人公の人も、そのとんかつが全然食べなくてみたいな。でもその時食べさせてくれた人がいたんです。本当その人に感謝してるから、その人に会いたいって言ってわざわざ外国から戻ってきたのね。その人に会いたいって。でもその人の住所とかがもう不定で分かんないと。だからその山岡さんとか栗田さんが新聞社に協力してほしいんですって言ってさ、なるほどって。山岡さんとか栗田さんとかもすごいその協力しちゃうんだけど、やっと見つかったの。やっと見つかったの。それでその人はで、やわらかい、その人のとんかつを食べて終わりっていう流れだと思いきや、最高のとんかつ作ってくれてありがとうございます、これからも作ってくださいって言って新しいお店をあげるんだね。それが本当に感動するっていう話。イエーイ。とんかつの話3回ぐらい聞いた話がする。使い回ししすぎじゃない？いや、それぐらい好きなんだよ。許せよ。あと、あんま話覚えてないんだよ。ありがとうございます。クリアしたらいいだろう、別に。ってことで、ごめんね、みんなちょっと今日は終わるわ。いい時間なので、また今度やろうと思うので、ぜひ見に来てくれ。ASMR 動画。いいよ。じゃあ俺ここに水があるから、ASM やるわ。